渡辺の彦は、日本のクラシックギタリスト。1947年9月11日、宮崎県に生まれる。8歳からギターを始め、月村義孝、松田昭信、草加春を、学べる一郎に支持する。日本ギターコンクールで1965年から2年連続で2位、入賞。1967年6月29日に、初めてのリサイタルを開き、翌日に、 初のレコード録音を行う。1969年には、第11回パリ国際ギターコンクールに出場し、審査員の満場一致で優勝。翌年には、同コンクールにゲストとして招かれ、ヨーロッパ各地で演奏会を開いている。以後、レコード録音やリサイタルを行う一方で、1975年からは、NHK のギター講座、ギターを飛行の講師を務め、 更新の指導に当たった。1980年代以降は徐々に演奏活動から遠ざかり、2004年に肺がんのため死去、去年56。渡辺はデビュー時から完成された技巧と成熟した音楽性を持つ天才肌の演奏家であったが、完全主義者として知られ、レパートリーを限定し、完全に自家躍労中としたもののみを録音内視は演奏会で取り上げていた。 彼のスタジオ録音はほとんどがワンテイクで完了、ライブ収録でもレコード化するにあたっての編集が不要なほどの完成度であったという。2006年、渡辺が1971年に整形大学で行ったリサイタルの音源が CD 化され、その演奏が若い世代にも評判を呼び、2007年2月にも音源が復刻されている。2010年4月には、 遺族の尽力により、第11回パリ国際ギターコンクール本戦での生演奏を含むパリライブ録音集が発売された。タイトルは初発売時のものによる。ありがとうございます。